おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。元祖迷惑系が再び SNS の引退を宣言。元祖迷惑系で今は改心したように振る舞っているヘズマリュウこと原田翔太が4月20日 X を更新。急ですが SNS をやめて一般人に戻ります。子供が生まれた時に親がこんな人間だったら嫌じゃないですか。今から就職活動をして正社員で普通に働きたいですと発言した。何度目かわからない SNS の引退宣言か数えるのも面倒だ。はいってことですね、はい。まあ、先ほどのね、どっかの父さんの話も出ましたけど、そうですね、はい、うーん、まあまあそうされた方がいいと思いますよ。できるもんならですけどね、そう、それが可能かであるならば、もちろんそのお子さんが生まれた時のことも考えてね、こんなしょうもないことばっかりやってんと、はい、それはもう一般のね、サラリーマンさんになる、なるか、何かしらのことされた方がそれはいいですよ。うん、なれるものなら、なれるものなら、はい、4月20日ですね、うん、はい、急ですが、はい、SNS をやめて一般人に戻ります。はい、子供が生まれた時に親がこんな人間だったら、嫌じゃないですか。はい、今から就職活動して正社員で普通に働きたいです、はい、SNS は楽しかったけどたくさんの人に迷惑をかけて、はい、正直死ぬほど辛かった、はい、最後6月末に挑戦したいことだけして引退しますって言ったことね。それからですね、2日後の4月22日、はいはいはい、山口県に帰り、はい、家族に謝罪をしました。はい、今まで苦しい思いをさせたし、はい、SNS をやめて真面目に働いていくことを伝えました、はい、泣きながら喜んでくれたし、自分が正社員として働くことを応援してくれました、はい、今日という日を二度と忘れません、ありがとうお父ちゃんお母ちゃんと、はいはい、さらに、2日後の、4月24日ですね、はいはい、過去に突撃した YouTuber の写真の、一覧を載せて、はい、謝罪をしたんですね、はいはい、数字のために迷惑かけてごめんなさいでしたとか伝えたんですね。この辺がメディアにも取り上げられて、はいはい、もう話題にはなったんですが、はいはい、こいつまあ年に何回か引退宣言するんですよ。まあ、これまた 嘘でまたやっぱりやめ復活しますみたいになるのか、つうか復活っていうか引退するのをやめますって、引退するのをやめるっておっしゃるのか本当にもう、とりあえずね、おやめになるのか、そこがまたわからない。わからないっていうか、うん、ほとんどの人が言ったらば死ねえだと思ってますよ。死刑って言ったら。前なんかほら、選挙で負けたら引退するとか言ってたんですが、ね、これからも俺は迷惑をかけ続けるわって普通に続けてますし、で4月11 12日ですね、はい、まあ、この画像がそうなんですが、はい、ヘズマのヘズマのどん底節っていう演歌デビューしてるんですよ、はい、あ、それでこんな格好してるんですか。これでその動画出したんですよ、はいはいはい、歌ってるんですけど、ショーの歌を、はいはい、あ、何を企んでるのか全くわからないんですよね、はい、あ、そうですか。で、いや、最後にやりたいことっていうのはそういうこと、あの歌手としてデビューする。でもこれはそらしたんで、あれはしたの、はい、もう、え、じゃあ6月の末までにやりたいことって何？それがね、ちょっとわかんないですね、はいはい。はい。何をだから企んでるのかっていうことですが。で、前にはですね、はい、身内への誹謗中傷でね、はい、開示した相手の家に突撃とかもしてることを言ったじゃないですか。はい。はい、これ8人のうち、はい、報告は2件しかしてないんですよ。はい。はい。はい、裁判はまあ、おそらくしてないんでしょうけども、はい、まあ、こいつもそのバカファームと一緒で、はい、どっちみち勝てないんですよね、裁判やったとして。まあ、そうでしょうね。はい、まあ、無理でしょうね。うん、だから結局、誹謗中傷されるやつって、基本的にはそれ、ね、される理由があるやつよね。まあまあ、そうですね。じゃないですか。そりゃそうですよ、はあ。何もしてないやつっていうのは、誹謗中傷されませんので。はあ、で、やっぱり、もうもしもね、裁判になったとしても、はい、もうこの裁判官の方の心証がすごく悪い方々ですからね、はい、だから無理ですね、うん、いや、あなたがこういうことやってるから、うん、身内を含めて、ね、うん、迷惑かかってんですよっつって、うんうん、そういうことやめたらどうですかっていうふうに、んまあ、なったのかもしれないですね。まあね、その開示で裁判したのか分かりませんが、はい、そういう情報出てきてませんので、はい、はあ、
もしかしたらそういうことが、まあ、わかりませんけど、あって、そう、あって、もういい加減にしなあかんでっていう。だとしても、それって裁判に勝つためのポーズじゃないですか。はいはいはい。信用できないと。やろう。うん。そうなんですよ。そう。結局、なんでまた引退って言い出したのかっていう理由がわかんないですよね。まあ、別にね、そんなに、まだ、歳いかれてるわけで44歳とかじゃないじゃないですか、まだ。30代ですね。なので、まだこれからね、可能性は、まあ、あると思うんで、まあ、ほんまに一回やめてね、そういう風に、普通に、サラリーマンさんとしてね、どっか就職してみてやったらいいのになと思いますけどね。いやー、だってこいつ、だって、そのね、契約100万円でキャバクラのね、なんかでも、やって、ほとんどその仕事もね、めんどくせえから行かねえとかっていうのも やりつつ、そんなこといいつや、ね、やってきた人間です。いやー、じゃあもう就職自体の不利ですね。と思うじゃないですか。まあ、どうせ引退しないんでしょうし、どうでもいいことなんですけど。まあ、まあいいけども、仮にどっか面接に行ったとしても、まあ、落とされることが確実、もうね、確実に分かっちゃったら、予想としてはその就職活動とか言ってますけど、これからやるって言ってんですよ。なったとも言ってない、なってないわけですよ。面接で散々なこと言われたとか言ってね、それも嘘かもしれませんが、結局やっぱり引退しないって言って戻ってくる可能性の方が大きいわけですよ。もう僕には他に生きる道がありませんとかね。これからも人に迷惑かけ続けますとかですね。この間ほな、親に謝ったら何やったんってなりますけどね。あ、そうですか。あとその理由、まあ、よくありませんが、その子供の話が出てきてますね。そしたら本当にデブ嫁がね、マジで妊娠したとかだと思うわけですけど。そうなのかもしれませんね、もしかして。いやー、どうですかね、その子供なんかね、結局その、今この現状ですよ。ね、生まれて一緒に歩いてればもうすぐ、リークされるわけですよ。まあまあそうです。ちょっとしてね、幼稚園なんか入ろうもんなら、どこそこ幼稚園っつって、リクス入れますよ。そこの親御さんがね、こんなヘズマの子供と一緒の保育園なんか嫌だって言い出すかもしれませんから。そうですね。いや、だからもう、やっぱりやめた方がいいですね。この仕事は。まあ、そのね、まあ、迷惑系の、その、YouTube みたいなことはやめた方がいいかもしれないですが。はい。じゃあ、迷惑系じゃないものをやりますっていうふうに、じゃあ、もともと迷惑系じゃなかったんですけど、全然稼げないっつって迷惑系やりだしたわけですから。結局金なんですよ、こいつらって。まあまあ、そりゃそうでしたね。稼がなければずっと迷惑系やり続けると思うんですよ。もう根がそういう人間なんで。まあね、これだけのことをね、やってこられてますから、そうそう普通世間も、ね、顔も知られてるじゃないですか。難しいでしょうね、普通に暮らしていくっていうこと自体が。まあそうですね、まあ、本当に心を入れ替えて、ね、なんかの営業とかするんだったら、まだ効果はあるかもしれないですけど、そうですね、まあまあ、そこまでその面倒見てくれる会社があるかどうかって、そうなんですよ、そう、その会社を裏切ったもう後がないと思ったんですね。そうですね、いやだからその OK 出してくれる会社がね、あるんだったらいいですよ、まだどうなんかなーって感じですよ。そうですね。すぐ辞めるんちゃうかとかね。うん、結局そう思うじゃないですか。そう思ったらなかなか取る方にしてもね。そう。で、また自分の会社悪く言われる可能性もあるわけですよ。辞めた途端にね。そう。こんなんでした、あんなんでした、言われてね、やることないこと。そりゃ、ちょっと警戒しますよね。当たり屋みたいなもんですからね、そんなのね。そうです。で、あと仮にね、エズマが引退したとしてもですよ、嫁は SNS に続けますんで、はい、まあ、そっちはどうなるかも分かりませんし、で、まあ、さっきね、先生も気になっていらっしゃいましたが、はい、6月にね、何かやらかすつもりでいるらしいじゃないですか。それも考えると、まあ、そこまではなんかいろいろ動きがあるのかなと思いますのでね、まあ、また何か動きがあれば、ね、そうですね、まあ、言うたらすぐですからね、6月なんか。うん、そうですね、あと1ヶ月ちょいですから。どうすんのっていうことですけど、ということですね、まあ、またその辺の動きがあれば、紹介しますね、やっぱり引退しませんでしたみたいな話になる可能性が高いですね。もうどれだけそれやんねんってことになってきますよ、しかし、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。